あのヨーロッパのさヘリコプターあの吊るしてきたの乗せないからマジか今そうだよボートに乗って吊るして持ってくんだよ売り場上げるにしてもそうだよゴールドコップちょっとこのままだからねウィーンって上から人が降ってきて下でもパトロールカチャッとしっかり力強いエッジングをして心の下まで入れてるな結局メーカーとかジャパンとかでやってたんですやってないけどさ人生の感じだよ。人生帰ってきたジャパンの先輩からどんなやったんですかって聞いて初めて学ぶと。あのお姉ちゃんが高2かな。お姉ちゃんも高校もインターナショナル系。みんなアメリカ系。なんか今まで一人も出たことない。日本人なんだよ周りがびっくりしました入ってくるかとそこをトライしてあと状態の状態から入ってこないようにしっかり入れたらスイッチするよいいはい、OK追いついちゃうんじゃない大丈夫か出ました俺ら男子いねえんだなぁ王ちゃんぐらいしかいないんじゃないかなおーちゃんストックついてハンドワークほら抜かすなそこやっぱり持ち気持ちがこちら崩れるからねそれと下のストレートのところいい回しすぎだわいい回しすぎじゃあ縦に前に引っ込みながらちょっとポールに行けないのわーなによー今はこんなに行くまた入れないの滑りづらいスキーどうずれないあずれないやっぱチュンナップだわずらさないんだよなかなかないから16番目行きますいいよすげえ来年からスノーアネスのメンバーだあれどこ行ってるいいよセット変えながらなコース問題なかったか。はい。